半兵衛殿か。おお、やっと会えた。どなたかは存じ上げぬが、察するに稲葉山城のことでしょうな。ですがあいにく私は病の身、何もお役には立てませぬ。お引き取りを。この力、もしやあなたが藤吉郎殿か。いや、久しぶりに力を取り戻して若返ったようですわい。おせっかいかもしれぬが、お世話させてもらいますの。いいでしょう。我が師も懐いたようですし、この日滅びようと最後までお仕えいたします。まずは稲葉山攻めで私をお試しください。俺は無名と一緒に霊石を探す。こっちはお前に任せたぞ。ほら、こいつで一応頑張ってきてくれ。俺は半兵衛殿の希望には心底を感服する。かつてこの城を一晩で落としたとは、さすが美濃一の知恵者。お前の武勇に俺や半兵衛殿の知恵が加われば百人力だな。どうした、選別ならさっきやっただろ。頑張ってきてくれよ。久々に案内させてもらいますよ。この辺は半兵衛や信長に任せるがよい。
じゃの。面白いですな。半兵衛も竜にこしらえてくれんかの。この大牢獄はかつて父さんが作り、義達が広げたものじゃ。義達は家臣までも捕らえてね。
半兵衛も力を尽くしたが止めることはできんかったのじゃ。
もご子息も皆義時様を置いていってしもうた。このような時に光秀様がおられたら。
吉達様、城などいくらでも落としてみせましょう。霊石の力に頼らずとも私の力をお使いくだされば。稲葉山の城取り、半兵衛なりの忠義心だったんじゃがの、まあ心の誠など往々にしてうまく伝わらんもんじゃのう。私もマムシも娘も、うつけ殿のもとへ嫁ぐ覚悟はできております。父上、身の回りにお気をつけください。
終わったよね。どうしたの？浮かない顔して。霊石が、ここにあるはずの霊石がどこにもない。まれびとは歓迎するぞ。Thank you.
日に急がぬことだ。いらっしゃい。またどうぞ。